今日ごめん、シュッシュが取れちゃった。何の？シュッシュって水鉄砲。あフランスに乗せてあげる。うん、ちゃんとしてくれ。こうやってからもいいの？じゃあやめなさい。ゆうくんがいいことしてくれるって。なんで前からくれ。だって大丈夫だよ。だから激しいな、フランス。うん、今寝てる。また寝てるの。起こしてこなくちゃ。もう起きてる、転がってる。転がってるんだ、ママも。転がってる。ワイヤーにつくの？楽しかった？どう寝る？でも泳ぎ方教えてくれないって取り付くの。泳ぎ方はね、そうね。だって、こっちくて、いいな、これが夢がたくさんあって。ねえ、ジュン君大きくなったら何になるの？うん、この間保育園で将来何になりたいって書いたところに工事屋さんとか言って、工事屋さんになるの？家庭系だっていいかもしれない。よだれ、よだれ出てるみたい。そう、今手に職つけてな、世界どこ行っても働けるよ、そういうのは。お前、お誕生日会だった。いくつなんだろ？お二人になってるの？ビーブルと一緒だ。僕行ったらいるかもしれない。お誕生会いつ終わっちゃったの？お誕生会25日に保育園でやったんだけど、なんでお家だったら19日。なんで誘ってくれなかったの？同じ6歳が一緒にお誕生会できたでしょうよ。犬だから。犬じゃないよ、一は家族だ。大型犬。うん、あ、息子、大型犬ね。そうよ。じゃあクラスで一人だったんだよね、9月のね。あら、寂しいじゃない。じゃあやっぱりリーブル連れていかなくちゃ。逆に独り占め、クラスの。うち娘、8月だったからさ、一気に暮らしてくれるよ。いや、見られるの。やだやだ。フランスだね。よく起きたもんだよ、起こして。あ、ごめん、ちょっと、なんかさ、ジュン君で、真ん中が、影が薄くなっちゃった。影が薄くなっちゃった。この色だから？ん？この色だから。何この色？なんで影が薄くなるの？影が薄くなるほど。そう、家電が薄くなる？ね、こっちばっかり見てるから、モナカの姿がなんとなく影みたいに薄くなっちゃったってこと。この部屋もぐっすり寝てたんだけど、起こして。行くぞっつって、ジュンが起きたから行くぞっつって。寝てたのに起こされちゃったの？明日かなって思ってたの。あ、手がついた。頭も撫でないしてあげない。つまらない。見て、ジュン君。あの湯だれ。汚いって言った。あれをカサカサしてるお母さんの声にしてる。持ってくるお母さんに言うと、リアルロンさんだよって言って。ちょっと聞こえてみて。嫌だ。なんでお母さんの声にしてるの？